はい、マシュマロに5分で答えるとい うコーナーというかシリーズというか、ね、あの感じです。ということでですね、これテイク2なんです、というのがですね、裏で、このマシュマロの質問を読んでくれるですね松下さん、噛んでしまいましたので、テイク2でいきたいと思います。今日も5分それではいきます。はい、1つ目です。いつもツイッターや YouTube など楽しく拝見しております。ヨドバシカメラの新春撮影会についての質問なのですが、当日整理券などの配布は行われるのでしょうか。また参加無料とありましたが、今回は設定金額以上の購入レシートもなく参加できるのでしょうか。河野さんに撮影していただける機会があるなんて今からすごく楽しみにしています。回答いただけると嬉しいです。はい、これで分かったと思いますが、これおそらく12月のですね、年末に、ね、投げてくださった、マシュマロだと思いますが、そうなんです。ちょっとね、ちょっと長くなっちゃったんですよね、あのお答えする間が。なので、でもここで答えますけれども、ですね、ヨドバシカメラ、元々はですね、あの何千円以上とかっていうふうに設定金額があったんですが、なんか最近は、まあ、店舗によって様々な部分もありつつ、まあ、広くね、なんかお客様に喜んでいただきたいっていうふうなこともあって、特にあの今回は、僕が担当してさせてもらった、吉祥寺店では、そこのところの確認はなかったような感じです。でですね、まあ、僕は吉祥寺店を、23年度は、担当させてもらいましたけれども、また来年ね、あのやれたらいいなと思いますが、やれるかどうかというのはですね、まだまだあの分からずですね、ね、僕がその撮影できるかどうか分からないんですけれども、まあ、できるとすればおそらくまたあの、ね、あの今年と同じように来年度もですね、まあ来ていただければ、そしてちょっとまあ並ぶことにはなりますけれども、お待ちいただければ撮影ができるのではないかというふうに思ってますので、ぜひね、あの僕がどこにいるかというのをですね探していただいて、皆さんにね広くあのお越しいただければなというふうに思います。まあ、その時に例えばこうね YouTube 見てますよとか、ツイッターね、ツイッター、あとはインスタグラム、これ少々、それから、YouTube、ね、見てますとか、ポッドキャスト聞いてますとか、こう、なんかそういった、何かね、聞いてくださったりとか、見て、くださってるものがあれば、ちらっとね、見てますよとかっていうのをですね、撮影前にお話しいただければ、とても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、次の質問です。河野さん、皆さん、こんにちは。河野さんが今まで撮影された中で、一番過酷な環境ってどんなところでしたか？とっても寒いところとか、とっても暑いとか。ああ、一番ね、過酷だったのは、まあもちろんね、寒い、暑いあるんですけれども、それよりも、あれどうだったっけな、ずいぶん前になるんですけれども、とにかくやぶかがものすごかったっていう場所があったんですね。もう暑いよりも寒いよりも、その、蚊とか虫がいるっていうのが、まあ、僕は全然大丈夫なんですけども、まあ、でも蚊はやっぱりかゆいですよね。なので、やっぱ虫よけを振っていても、あの中も噛まれてしまったりとかするっていうところで、やっぱ蚊じゃないですかね。どうしてもそういう、まあ、蚊が、ね、あの発生するような場所というのはあったかいところで、あったかいところで撮影する多くはですね、やっぱりグラビアだったりとかするので、あのタレントのね、あの皆さんがやはりこう衣装薄かったりとか素肌が、ね、出てるあの箇所が多いので、それが一番過酷だったような気がします。なので、ね、5分10分、そこで撮影したんですけど、やはりもうあのとてもじゃないけれど、その蚊の多さとかもう虫の多さに、タレントが悲鳴を上げて、撤退、もう、ね、場所を変えたというふうなことがありました。本当に、ね、5分10分の、滞在だったんですけど もうみんな、なんかデコボコに刺されたっていうふうな、非常に過酷な思い出があります。次の質問です。河野さんはポートレート撮影でファーストシャッターが一番良かったっていうことありますか？私自身時々あります。撮ってるといろいろ考えちゃうからなんですかね。うん、このねファーストシャッターって結構ね僕も多いです。なので、まあ、
どれもね自分がいいなと思ってシャッター切っているので、あのどのねずっと撮り進んでいくカット、どれもね好きな写真になるんですけれども、要はね僕らの場合もそうですし、まあ、皆さんもそうだと思うんですが、まあ、選ばれるっていうね、まあ、仕事で撮影していると撮った写真の中からどれをピックアップするかっていう風な作業というのは、まあ、自分も選びはしますが、その次に選ぶのは編集者だったりとかその関係者なんですが、まあ、アートディレクターだとかですね、まあ、最初のファーストシャッターを選ばれる方結構多いですね。なのでファーストシャッターが選ばれる率、これはね僕も高いように思います。な皆さんもね、だからやっぱ最初あれじゃないですかね、一番自分の中でしっくりきてる構図だったりとかこの距離感だったりとか、まあ、そういったところでシャッターを切っていく、その切った後にバリエーションをですね増やそうと思って、みんなこういろいろ撮っていく。だけど一番やっぱり良かったのは最初の最初のファーストシャッターっていうところに尽きるのではないかというふうに思います。皆さんもねファーストシャッターを大事にしてよくよく考えて写真を撮ってみましょう。ということで今日はここで終わりにしたいと思います。それではまた。